それではまず日本の音楽の歴史のことですが、日本の作曲家の一番初めの人は、まあ、ちょっと先駆者はいるんですけども、滝廉太郎先生ということになります。ただこの方は残念なことに24歳で亡くなりましたので、歌曲と2曲のピアノ曲しか残しませんでした。そしてその後はやっぱり山田耕作先生が日本の近代音楽の父と呼ばれるようになります。でこの人は自力でといっても、まあもちろんパトロンもいたんですが、ベルリンに4年間行きまして、そこでさまざまなことを習って日本にそれを植え付けた方だということになってくるわけです。そして当時ワーグナーの作品がたくさんベルリンでは上演されていたので、このワーグナーのような曲を書きたいというふうに思いになってたんだと思います。でこの方はまずベルリンで勝ち時と平和という題名の交響曲、日本人初めての交響曲を書き、それからクライト、とというのは扉のことです。それからマンダラの花、マダラの花とも言います。この2曲の交響詩を書きになり、これも日本人初めての作品です。それから、弦楽四重奏も、初めて書いておいてになるということをなさり、そしてただしオペラは初めての日本人の作品でないのはちょっと残念です。初めての作品は1904年に北村末春という、これはむしろ教育者の方ですが、この人が漏洩の夢というのをお書きになったのは初めてです。これはおそらく日露戦争の時の兵隊さんが夜寝ていて、そして戦地から見てる夢、そこの中にはお母様や恋人が出てきて語りかけるというだけの20分ぐらいのとてもつまらない作品らしいです。それでもうこれは再演の意味がないということになりまして、その次に出てくるのが1914年、もう大正時代になっています。やられたのは歌舞伎座で1週間通して昼夜昼夜とやったんだそうです。これが落ちたる天女という作品です。Oh!
Oh.
じゃ、姉が守りのご本尊。